業務用とは法人など一般家庭以外の用途を前提として開発された製品のこと。これに対し一般家庭用向けの製品は家庭用や民生用と呼ばれる。テレビ、カムコーダ、VTR、オーディオ、エアコン、洗濯機、冷蔵庫など家庭用電化製品のほとんどには1年以上のメーカー保証がある。このうちテレビの場合は 市役所や病院などの待合室や公民館などで採用される場合がある。また、カムコーダや VTR などのうち、比較的性能の高い製品の場合は、民生用であっても製作プロダクションなど映像制作のプロの世界で活用される場合もある。しかし、家庭用電化製品として発売された場合、多くはごく普通の一般家庭で使用されることを想定しているため、 一般家庭以外の用途はメーカー保証の対象外とされている。したがって、これらの用途に家庭用電化製品を使用して万が一故障した場合がメーカー保証の期間中であっても優勝修理となる。業務用の電化製品は電圧が2 0 0トの相な内し三相の電源で稼働するよう設計されているものが多い。中には、 民生用の上位機種にオプションをつけたものが、業務用として使われるものもある。事業用自動車とは、旅客や貨物を運送し、もっぱらその運送自体を商業的行為とする、各種事業に使われる車両を言う。貨物運送であれば、第一種免許で運転できるが、旅客運送の場合には、第二種免許が必要となる。また、第二種免許を持つドライバーであっても、旅客運送に、 自家用自動車を使用すると、白タク行為となり、道路運送車両法で罰せられる。身体障害者や、要介護者の移送を行う、福祉優勝運送等のように、旅客運送に、自家用自動車を使用しても罰せられない例外もある。なお、事業用自動車と自家用自動車は、ナンバープレートではっきりと区別できる。人を乗せる車両でも白タク行為には当たらない。 ものとしては、学習塾の送迎バスなど、旅客運送目的以外のものがある。ゲームセンターに設置してあるアーケードゲーム機は、業務用ゲーム機と呼ばれることがある。食料品や日用品にも業務用パッケージと呼ばれるものが存在する。家庭用の同等品と異なり、化粧箱に入っておらずに簡易包装になっているものが多く、大口需要化に合わせて、家庭用に比べて、 大きめのサイズになっていることが一般的である。食料品の場合、主に冷凍食品やレトルト食品、調味料などがレストランなどで使うことを目的に業務用パッケージが存在し、家庭用と違って調理方法やレシピのサンプルなどの専門家には不要なものは掲載されていないことも多い。日用品の場合は洗剤などが存在する。その代わりに、 単価あたりのコストが安く、空き箱などのゴミが出にくいといった利点があり、専門家に限らず、一般からもある程度の需要があるため、大型のスーパーマーケットなどでは一般向けに、業務用パッケージが販売されていることもある。ありがとうございます。